はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、大好きなアンデッド族デッキをねまた組んできたのでご紹介をしていこうかなと、思っておりまして、アンデッド族デッキって、まあ、闇属性がめっちゃ多いんですよ。で、まあ、ベースセットが実装されたんで、ベースセットと、今回は組み合わせていきました。はい、ベースセットと相性がいい光闇テーマなんか何かなと思ってバーって見てたらアンデッドがいたので組んできたっていう次第なんですけども、ですね、カルデシアが実装されて、でグラインギニョルが、まあ、光闇で融合召喚できるじゃないですか。だから、ね、一応カルデシアも、まあ、まあちょっと初動ではないけど、まあ、準初動みたいな感じにできるんですよ。デッキエクサルデッキからレベル6以上の光闇属性モンスターを墓地送るっていうことで、まあ、ドハスラとか墓地送れるんですよね。ドハスラとか、あと、ビーステッドとか、なんかこの辺の光闇のモンスターであれば何でも送れるということで、今回はこの辺のモンスターを墓地送って、まあ、バンシーがちょっと墓地にいないといけないですけどね、バンシーで、まあ、アネットワールドを張って、でドハスラ出していくみたいな動きも一応できるかなと思って、これ入れてます。まあちょっと召喚権がね若干被るってのと、融合派兵を入れちゃうとシンクロリンクエクシーズができなくなっちゃうんで、それはちょっとなと思ったので、まあ一応このぐらいにしてるんですけど、一応まあこいつもまあ追加されてるということで、まあちょっとだけ強くなってますね。まあちょっとアンデッド族ってね、やっぱねどうしてもね一枚初動がないんですよね。組み合わせ初動になっちゃうんですよ、どうしても、どうしてもね。まあ一応唯一、まあ、一枚初動と言えなくもないかなっていうのが、影物で、影物から、ユニゾンビ、を出すと、一応、目付き組み合わせてカオスルーラーいけるんで、まあ、カオスルーラー立つと結構、動き繋がったりするので、まあ、だからここは一応、一枚初動と言えなくもないんだけど、他はね、大体組み合わせなんだよね。だから、まあ、ちょっとそこがね、弱いところではある。だから、まあ、墓地肥やすカードをいっぱい入れてて、愚かな埋葬とか光の援軍とか、芝刈りとか、まあ、この辺の墓地肥やすカードをなんか頑張って入れて、なんとかして墓地を肥やしていきたい。もうアンデッドってとにかく墓地が肥やせるかどうかなんですよね。はい、墓地が肥やせるかどうかなんで、まあ、これのギミックが入ってるって感じですね。はい、使ってみると分かるんですけど、墓地が肥えればねやっぱね強いです、アンデッドは。ただ弱点はね、相手のビーステッドめっちゃ踏むんですよ。ドハスラとかめっちゃ踏むんですよね。だからちょっとそこがね、まあ自分も相性がいいけど相手のビーステッドとは相性が悪いみたいなところがあるので、ちょっとそこだけ注意といった感じでしょうか。まあ墓地超えればめっちゃ強いんで、早速この出来分回していこうかなと、はい、いうふうに思っております。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。あーなるほど、ちょっとチューナーが来すぎてるな。これは光の援軍ゲーでしかねえな。光の援軍を発動。さあ俺を助けてくれ援軍ちゃん。何落ちた？あードーハスーラ2枚、まあドーハスーラか。ああまあじゃあ一応あれか、バンシーいるんで、アンデッドワールドプラスドーハスーラは一応いきますね。でしかもあれか、ビーステッドの反応ないから一応出せそうだな。とりあえず一回6進化しますか。イモータル出します。まあ、一旦ね、はい、でイモータリングドラゴン出していく。でイモータルドラゴンの効果発動、アンデッド族墓地送ってそいつの、レベル分下げますよという効果。そうですね、まあさすがに目付きか、まあ、メズしかねえな。で、メズ効果発動。そうですね、ブルーム、これブルーム蘇生ありますね。ブルーム蘇生して、ヴァンパイア出して、チェーンして、バンジー効果で、一応あれかな、こうして、で、アンデッドワールド発動するでしょ。で、まあ、サッカー部出して、で、これで、さっき効果使ってないもんね、俺。そうね、OK。で、ブルーム効果、除外して、どでかいアンデッド出しますよの効果、アルグルマズラも結構ありだけど、でこれ、はかなケア、ちょっと、
できてないんだけど、いい、これ全然はからケアできてないんだけど、ビビるぐらいはからケアできてないんだけど、ちょはからだけマジでやめてください。増殖数字発動、ここにはからを打たせよ。はから打て、抹殺か、危ねえ。まあ増殖する字は通んなかったけど、まあいいだろう。オッケー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 、了解しました。まあちなみに今あれですからね、同波スーラー出てこれんかったらゼロ妨害ですからね。で、同波スーラー特殊召喚オッケー、危ねえ。もうね全部踏むんですよ、ビーステッドも破壊のも全部踏むんでね、同波スーラーマジ危険なんですよね本当に、この環境で使うので。サッカー部効果でワンドロー、なんかあるね、何かはある。ああ、ゴズキか、いらないな。まあ、今いや、一枚いらないわ。あ、愚かな埋葬。いいでしょう。愚かな埋葬効果。オッケー、楽印ね。了解。楽印か。なんか、まあ、言うて、ドーハスーラ強いからなんとかなるでしょ。ドーハスーラ強いから多分なんとかなると思う。はい。で、さすがに無効。楽印を響かれる可能性結構少ないんですよね、今。純制限になったっていうのもあって、一応ここ止めると結構打たれないんだけど、まあ打たれるよね。まあ打たれるんですよ、打たれるんですよね。まあ打たれてから考えましょう。じゃあ打たれてから考えるわ。どうしよっかな。ミラジード投資すぎ、ワロタ向こうにしても、あ、向こうにできればもう除外か、除外しかねえんだわ俺。もう除外しかねえな。タロニール、アルバス、デルベリオンが、じゃあ除外しても意味ない。何にも意味がない。何にも意味ない。何にも意味ない。剣を送る。で、サロニール効果で、さらに何かを回収。いやー、意味ないなー、これ。まるで意味ないなー。まあ、全部受けるしかないな、これは。一回な。まあ、マジで受けれよ、これは。除外したやつも押されるから、あんまり何を除外したところであんまり意味がない。さあ、はい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 、これでミラジードかな。あー、オッケーです。ミラジード効果発動してくるんだったら、一応除外効果は使えるしね。まあ普通に殴られるんだったら、まあ墓地に行くし、どっちにしてもまあ悪くはないとは思うけど、まあ、ただミラジードが非常に重いと。剣で今何も別に起きはしないが、あー、オッケー、バトルフェイズ、ミラジード効果、使ってくるんだ、それ。使ってくるんだ。殴ってからでいいと思いますけどね、それ。ドーハスーラを。アンデッドのモンスターの効果発動しなければね、除外されることはないんで、相手。まあ、一応ミラジードか。で、まあ、この吹き飛ばされる効果が発動されて、まあ、あんまり関係ないですね。で、ミラジード効果で何かを除外。ドーハスーラ除外される。いや、でもそうか、アルグルマズラ見えてんのか、相手。そうだったわ。アルグルマズラで、見えてたら、これじゃないとダメだ。結局、ドーハスーラ生きてるから、じゃないと。殴ってもね、突破できないことを、自分が忘れてましたわ。すいません。これで、イモータル戻ってくる。で、イモータル戻ってきて、で、エンドフェイズのぶっ破効果アルグルマズラで耐えだな。オッケー。来た。これは来たよ。これは来ましたよ、完全に。ここでのアレグルマズラ強いっしょ。メインズ OK。エンド。OK。で、アレグルマズラの効果を起動。破壊される場合、こいつを除外し、そして除外されるとアレグルマズラが出てこれるとかいう、なんか謎のぶっ壊れ効果。謎のぶっ壊れ、破壊耐性を、なんか、使ったら出てこれるとかいう意味わからん効果。アレグルマズラが強すぎないか、これ。さあ、一応ルベリオンの、あ、じゃあアルビオンの方が発動するね。で、何かがセットされる、何らかの効果が発動してセットされて、まあ、断罪か追放か、まあ、その辺だと思うんだけども、あ、一応赤でもいいのか、赤の楽印でもいいね。赤の楽印、追放、断罪あたりは、まあ、あ、断罪はあんまり意味ないか。追放かな多分。あー、あ、そっか、キマイラで、あれかな、あれ、あー、はいはいはい、なるほど。アンデッドワールド処理してくる感じかな。はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。もう、うざいと。もう、ドーハスーラ黙れってことなんだもんね。
はい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 、あ強いですね。あうわっ、アドレミでもいいの強っ。ミラーチェード戻ってくんじゃん。うわ最悪、いや強っ、うわ最悪だわ、それはそれは最悪だわ。なるほどね、ミラーチェードきついな、バリきついぞ。で何かが破壊される、でアンデッドワールドが破壊されて、いやーこれでドーハスーラが出てこれない。アンデッドワールド引いたアンデッドワールドは引いた。イモータルドラゴンの効果発動したいんだけど、なんかあります？ない。なるほど、さすがにメズッキーですよね。メズッキー優先権渡ってきた、やった。ちょ、早め早め早め、バロネス早めオッケーオッケー、これで実質ミラージェード向こう、よし、オッケー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 、いいぞ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 いい、これはいいぞ。でアンデッドワールド発動で目付き送ってあるんで、目付きでドーハスーラを引っ張ってくれば多分なんとかなりますね。目付き対象、いやドーハスーラしかねえよなこれ。目付き効果発動しまして、ドーハスーラを、まあ、目付きのいいところは盾でね戻してこれるんでね、モンスターをね、それが強いです、殴れるっていうね、ちゃんと。はい、さあドーハスーラ特殊召喚 OK。 そしてゴズキ召喚、ゴズキ効果発動にチェーンしとくか、一応、まあ、除外したいよという効果、ミラジード効果、バロネス使っていいですよね、バロネス使っていいですね。同一チェーン上ではね、あのドーハスーラ使えないんで、まあ、バロネス無効にするしかないと。そうするとこれモンスター2枚しょれるんじゃないですか。はい、バコーンで破壊さ、あ開幕あるのか、開幕で破壊は耐性あるのか、一応。まあでも除外されるから意味がないと。はい、で牛送って、牛効果、マゼラは別に自分のところじゃなくてね、マゼラ除外して、手札からアンデッド特殊して、でアルグルマゼラ効果で蘇ってくる、強すぎ強すぎ、あまりに強いで10よ、こっちでいいかな、現れろシンクロ召喚レッドアイズアンデッドドラゴンロード、発動する必要ねえな、バトルだ、いけしゃあぶねえ、バロネス君成立したから最強あったぜ、対戦ありがとうございました。あなるほど、ハンド割と強そうだな、これハンド割と強そう、なんか、うん、増殖する字通ないとちょっとあれだけど、結構まあ手数は出そうですね、愚かな埋葬あってカルテシアあってレベリオあるんで、なんか割とね、通ります、通りますかね、通ります、オッケー、やったやった、嬉しい。いや先行スプライトはマジで増字通さないと本当絶対勝てないから、絶対勝てないですね。今期結構スプライト増えてるんで、まあ、何回もデュエルしてますけど、マジで先行取られて手札やつうららとか投げた程度では絶対負けるんで、まあ、マジで増字通した試合ぐらいしか、勝ったことないです。増字通ってるんで、これは割と、まあ、まあ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 、いいんじゃないですか、割と、まあ、止まってくれるか手札増えるかなんで。なるほど、これあれかな、増字回収ムーブかなんかすんのかな、これ。ああなるほどね、お前が増字打つなら俺も増字打つぜみたいなことなんか。なるほど、まあそれでトントンだみたいな。で言うて盤面は強くない、もしかしてあんまり。でこれ盤面なんか弱そうじゃねえか、エルフまだまだいく。なるほど、ゴリゴリに回してくるぜ。スプライトってなんかあれだもんね、レッドとかキャロット引いてない場合って増字受けあんま強くないよね。
まあ、レッドとかキャラって引いてればね強いけど、はい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 、あーマスカレーナイルフか、アストラムかなんか出てくるのかな、じゃあはいはい、あそれで耐えろっていう話ね、それかゼロブロスかどっちかなの。でも最近ゼロブロス入ってない構築多いけどな。はいマスカレーナどうぞ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 、いいでしょう、よろしい、まあ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 そんな感じね。一応援軍打てるか、1枚ライデン1枚しかいないから打てるな、一応1回打てるな、あ増持 OK、 まあそれはもういい、もう関係ねえ、もう貫通して動く、貫通して動く、絶対絶対ワンキルする。でルベリオン効果発動、これはドルイドブルームでしょうね。でどっから行くかなんだけど、まあ、とりあえず援軍は打っていいですね。援軍発動、ドアスラ落ち、あ、目付き落ちた、神目付き落ちたのか、神だな、なるほど、目付き落ちたのはかなりでかいですね。で、ライトロードアサシンライデンを持ってくる、その場合は愚かな埋葬を打って、でとりあえず墓地肥やしますと、ね、これはね、まあ、一発バンシー行って、ドアスーラ出してから動けばいいんじゃないかな。これで一応誘発ケアできるからね。バンシー効果、アンデッドワールド張りますと。さあ、どうしますかと。これなかなかに辛いんじゃないか、相手。これあれだぞ。エルフの効果もマスカレーナの効果も今から封じてやるからな。で、アンデッドワールド。アンデッド族になりました相手のモンスターが。で目付き効果除外して、ドーハスーラ特殊召喚したいです。何かありますか。あマスカレーナね、オッケー。でマスカレーナ効果、エルフ効果起動してくるかな、一応。まあ、でも今起動しないと多分遅いからね、今起動しないと遅いですよ。エルフちゃんどうしますか。あリゾルブなんだ、なるほど、やべえ、増殖投げ忘れた。じゃあまあいいか、はい、アストラムかな、じゃあ、あー、オッケーオッケーオッケー。アストラムなんていうねゴミモンスターはねドーハスラーの前では無力なんでね。それでどうにかなるほど甘くないですよ世界は。ちょっと増殖を投げ忘れた問題が発生しているが、まあいいだろう、なるべくちょっと少数精鋭でいかないといけないな。でユニゾンビの効果発動、デッキからカードを墓地に送りたいですという効果でレベルを変動させますっていう効果発動。あーうららちゃんは投げられていく、無効にするか、うららはこれちょっと通さないとなんかワンキルが若干取りにくそうな気がするんで、多分選んで除外できるからアストラムはどうでもいいんだけど、ちょっとで打点がね組めなかったら困るんでね。はい、でユニゾンビ効果で、はい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 、まあ、これはじゃあ目付きで良さそうかな。はい、であーマグナムート、でも目付きは一応地属性ですよ。目付きは地属性ですよ。あなるほどね、はいはい、まあ、じゃあドルドブルームだけ出すか、ドルドブルームだけ出しましょう。ルベリオの対象になるんだったら、それだったらドルドブルームを、出しまして、まあ、どうせ出すからねこれは。特殊召喚をしていく、はい、さあマグナムートが出なかった、起動しよう効果を。で手札のカードを墓地に送ることによってレベルを変動するという効果、カルテシアで融合しに行こうぜ。目付き効果、墓地に落ちるとアンデッド族なんでね、カルテシアちゃんは。私のカルテシアちゃんはアンデッド族でござる。そしてドハスラの効果、さあくたばりやがれアストラム、お前は対象に取れず効果では破壊されないらしいな、知るかそんなことは。杖はい、これ殴ったら勝ちか、なんなら余計なことせず殴った方が勝てそう。はい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 
ので、はい、対戦ありがとうございました。けー、よし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 。うわー、なんもねー。まあ、60だからしょうがないんだけどね。さすがにあの魔法カードにね、結構ね固まってくれると結構手数が出るから、まあ、芝刈り、援軍、愚かな埋葬みたいな感じで引いてくれたらいけんだけど、さすがに、ね、モンスターだけだとね召喚権かぶりまくるから、アンデッド族ってそれがね、しかもなんか目付け2枚生きてるの弱すぎるだろこれ。で、まあ、手札抹殺とかがあるとまあって感じなんだけど、なんかすごいソリティア始まったなこれ。フォーマットスキッパーからなんかスキアクロライトハートやってる時ってなんかアルティメットソリティアムーブラじゃないの、これ。あんまこのルート知らないんだけど、俺なんか急にブラックフェザームーブ始まったな。ちょ、わからん。勇者も撃てんのこれ。あれ、なんかさっき召喚したモンスターのなんかフォーマットスキッパーかなんかの効果使ってませんでした。あ、それあコストにすんの即座に。なるほどね、即座にあれね、サモポリのコストになるからってことだね。急になんか BF ムーブ始まったぞこれ。なんだこれ、レベル10、何これ、フラマードこれ。あ、出た、使用量徴収に来、使用量徴収に来じゃん、使用量徴収に来ちゃった。あー、なるほど、はい。で、ゼピボレアース、うわー、使用量徴収に来2体目来たー。使用量徴収に来2体目来たー。ドロドロゴンって何、これ何すんのこれ。ドロドロゴン、ですマスカレイド。やべ、スーパーアルティメット使用量徴収ムーブしてる。赤の楽園、はい。で、アルベルを回収して、融合召喚をしていく。セレーネ、アルベル。やべえ、今500、1000、1000、1000と3121、3100か。モンスター効果を使用するのに3100円を支払わないといけないし、どないしよう。俺どっから入ったらあれ突破できるんだ。俺アサシンライデン行くわ。いたいたいた、あ、違う、1200か、1200だから3100じゃねえや、3300か。痛い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 、行ったやべ、なんも言え。痛い、モンスター効果を2回使っただけでなんか1400円になりました、私の取引が。おかしいですね、どうなったんでしょうこれは。いやー、使用量高い。